こんにちは、スタジオリンクです。最近ソドオンラインばっかりで他のゲームを紹介してなかったので、今回はリクエストのあったブルートレインウィズフレンズを紹介するよ。このゲームはプライベートサーバー無料なので遊んでみてね。クロスビーが追加されたみたい。この注意事項はどのゲームでもよく見るやつだね。移動するには TP を使うみたい。ここで時間を変えられて、お、これが本戦の駅か。バラフーとかもあるのね。その他にも視点がいろいろとあるみたい。こりゃ全部紹介するのは難しそうだね。とりあえず本戦を紹介するよ。お、お客さんがいっぱいいて賑やかだね。結構マップが広そう。貨車もたくさんあるみたいだね。いたいた、この機関庫にはパーシー、トーマス、ロビーがいるみたいだね。よし、じゃあトーマスで行こう。温泉をビカーズタウン方面に進むよ。これでランプをつけたりできるみたいだね。で、あとは蒸気、ブレーキ、感じか。だいたい他のゲームと同じだね。ここで外観がちょっと変更できるみたいだね。このドームを選択すると表情が変えられるみたい。かなりたくさん選べるね。よし、じゃあこの顔で進もう。キドマス機関庫が見える。モリーだ。あとはエドワード、ヘンリー、ゴードン、ジェームス、エミリーとおなじみのメンツ。貨車がずらっと並んでるね。こりゃ探すの大変そう。では再び進むよ。おっと、今のはロアーキドマス駅だね。さらに進むとなんか見えてきました。位置的にナックフォード、こうかな。倉庫があるね。お、あそこに機関庫があるぞ。何がいるかな。ハービーとディーゼル、なんだこりゃ。マードック、ワールバートとウィルバートか。このままトーマスで進もう。やっとおなじみのナックフォード駅に到着。やっぱりマップが広い分時間がかかるね。ここは左に進むとトーマスの視線っぽいね。今回は直進しよう。しばらく進んでいると町がありました。ここはどこだろう。牛がたくさんいると思ったらハリボテだった。なんだこれ、面白いな。あっちにも何かあるぞ。これ調べてみたところ、オードリーエクストラバガンザっていうタリスリン鉄道で開催されたイベントだそうです。レイアウトやイラストなどが展示してあったそうです。楽しそう。何かあったな。ブドウプリング工場でした。イギリスのクリスマスの定番。あれはキラバン駅の看板だよね。署名がこのゲームの作者になってる。まだ全然進んでないな。サクサク紹介していくよ。あれはテント、レドロックス乳業かな。
イクロス B に到着しました。何かスポーンできる機関車あるかな。ブルーベル、これは実在するブルーベル鉄道の機関車だな。まだまだ旅は続きます。天気を雨に変えてみたよ。エルスワースに到着しました。別の機関車が見えるね。なんだこれ、ワンダー。こっちはトーマスか、フレグイエスツ。どういう意味かしら。オスコッチにはクマとボコか。どうしようかな。さっきの謎のワンダーにしよう。なんか可愛いし、息で調べてみたところ、オリジナルキャラみたいですね。うん、口しか変わらない。ハーリントンハーバー鉄道の男の子らしい。男？また分岐がある。ここはとりあえず直進で。なんか坂になってきた。ここはゴードンの丘だな。よかったらまた次回も見てね。ではまた会いましょう。